メソ岡山は神戸市西区新室町にある標高249メートルの山である。東番大地上の独立峰。東に約2キロメートル離れたオソ岡山と二つのため池を挟み退治する。二山は古くから信仰の対象とされ、共にふるさと兵庫百山に選定されている。山頂には新室神社を、はじめ裸石神社、姫石神社があり、 五図天皇も祀っていたことから古くは天皇山とも呼ばれていた。現在でも通称として存在する。山頂には神出神社が社殿を南を向け立ち、境内からの見晴らしがいい。祭神は須佐農村、木、稲田姫命の地と大名討の命。最初に須佐農村、木、稲田姫命の地がこの山に降臨し、薬草を採取。 住民の病を治療したり農耕を指導した。二神の間には多くの神々が生まれたが、そのうちでも大名虫の命はこの地で生誕した。こうした事実より、この地を神出と呼ぶに至った。大同四年には平城天皇が諸国巡行の際に立ち寄り、古事を忍び三柱の神を勘定祭祀した。ここに神出神社が起こる。後に明治七年二月に孫社に、 明治14年には豪舎となった。現地には毎日登山会があり、毎朝神社前広場は登山者で賑わう。広場からは淡路島、針真灘、裏六甲の山並みからなど180度の眺望が開け、近年開発された精神ニュータウンの一部や、その手前の明石川や田園地帯が見える。夕岡山は、この間隠れに山頂が見える程度。メソ岡山、 雄岡山雄岡山と、めすおかは、ほぼ同じ標高と形状で体をなすように東西に、並んでいるが、太古より遠くから見るとその様子が、子牛の角のようにも見えたことから、お牛、め牛と呼ばれることがあった。神話では、雄岡と、メメス岡は、夫婦の神で、男の神である、おすおが、小豆島の美人神に惚れ、妻の生死を振り切り鹿に乗って、会いに行ったが、途中、 淡路島の漁師に弓で撃たれ、小神は鹿ともども海中に沈んだ。すると、鹿はたちまち赤い石に変化し、それが、赤石の地名の起こりとも伝えられる。裸石神社の巨大なご神体山頂からやや下がった杉林の中に裸石神社があり、小さな社殿があり、本殿の中に巨大な石の断根を含め、断根が三体祀られている。うち、一つは、 折れた鳥居から作られたものである。また、イン席も一体傍らに置かれる。これらは触れることはできないが、格子越しに覗き見ることができる。団痕の周りにはおびただしい数のアワビコ貝殻が敷き詰められる。これは神社に参拝する者が奉納したものであり、かつては山に多くのカタクリが自生していたことから、村の娘たちが春には花摘みに行くと言って、 裸石神社のご神体をお参りしに来た名残でもある。裸石神社の側には姫石神社があり、ご神体は巨大な露出した苔虫体わいわで女性器に見立てたものである。ありがとうございます。